はい、今日もあなたと百姓一揆。本日は2019年1月17日木曜日。今日は合ってるでしょ、日付さっき見ましたんで、はい、はい、すいません、バカの一つぼみだよね。ここ芽キャベツね、今日は月曜日も夕方、前日もう夕方の時間は4時過ぎましてね、もう4時半過ぎぐらいにね日が沈むんで、これからもう急ピッチで収穫しなきゃいけないですけど、この感じね、芽キャベツね、いい感じになってきましたね。これぐらいね、一軒にこれだけ入ってるってすごくないですかね。うちは1本丸ごとお客様に入りますんでね、芽キャベツどうぞご賞味ください。今撤去でございますね。よいしょ。ということで、この間確かね、前回は収穫の時は芽キャベツ撮影しましたもんね。全然覚えてないんですけど、で今日は赤丸大根ね、赤丸大根撮影しましたっけ。すいません、全く覚えてないです。はい、我が農園は一日一日が勝負ね。昨日のことは昨日に聞いてくれ、明日のことはさあなんとかさあっていうね、あれですよ、あの昔ムーミンって漫画あったじゃないですか。あの時のあのスナフキンのセリフにそんなセリフありましたよね。どっから来たのかい、あっちさって、どこに行くんだい、こっちさってね。かっこよくないですか。どうでもよかったですか、失礼しました。さあそんなことでね、赤丸大根やったかな。あ、これじゃねえ、こっち。もうね、この時期はね、葉っぱを落として赤丸大根ね、よいしょ、こんな感じで、よいしょよいしょ、あ、腰が痛い。あ、今日はねちょっとハードにね仕事をしましたんでね、ちょっと腰が痛いんですわ。あ、痛い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 。やっぱ冬場はね、ちょっと下半身に問題抱えてる人はきついっすね。あ、ちょっと痛みが出てますね。まあまあしょうがないですね。よし、はあ、よっくらせよっくらせ、よいしょ。もうこの時期はね、大根いっぱいありましてね、まあ何出すかって、今だから2種類ずつね、これから2月3月までね、なんとか引っ張りながらね、おそらく今週は赤丸ですけど、来週はまたビタミン大根、あるいは黒丸大根などなどですか、っていう風にね考えております。よいしょ。お袋大根がね、煮込みならば、こっちの赤丸大根は酢漬けやね、サラダでという形でね、まあ、あの2種類入れますんで、ね、用途を別にしてね、というふうに考えております。よいしょ、よいしょ。あれ、なんか違うねこれね。まあいいか、赤丸大根つってんのに丸じゃないね。よいしょ。はあ、今日もよく働きましたってことなんですけど、嫁は何しとるかって言いますと、嫁はね今常夏の島ハワイでございますよね。冗談じゃなくハワイに行っとるんですわね。え、なんかもう去年ぐらいからそういう話だったみたいでね。ってねえ、どうなんですか、25度とからしいですよ、ハワイは。なんでしょう、私がハワイに行くことはあるんでしょうかね。いやいや、もう何とも言えませんな。よいしょ、よいしょ。今日は冷えそうですよこれ。あれ、赤丸やっちゅってんのに丸じゃないよこれね。なんか種が混じってんだ。
あらららららら、多分巻くときにね、同じ赤で、あれなのかな。よいしょ。はあ、ゆっくらせ。この隣が甲信大根ですね。甲信大根美味しいですよね。今年ちょっとね、あまり出してないですけどもね、こう、なんですか、外側はこう、まあ普通な感じで、中切るとね、ね、こんな感じですよ。ね。綺麗ですよね。甲信大根、うちの店でもね、よく、いろんな形でね、しっかりと、あ、そうね、来週出しますかね。これ来週出すことにしますよ。やっぱり、美味しいの食べてほしいですからね。これ多分ね、今、触った感じでね、なんとなく糖度が私は分かりますんで。ね、これ美味しそうですね。よいしょ。よいしょ。はあ。いくらせ。ああ、今日も疲れた。いやー、作付けがね、ちょっと遅れ気味なんでね。いやいや、頑張らんといかんわけですよ。ゆっくらせ。あれ、こう切ってない。よいしょ。今年はね、あと1月末、じゃがいもはね、今年は種も高いですな。まあ、9割はもう、うちはね、自給しておりますのでね、あんまり買わないんですけどもね、それでもちょっと足らないかなっていうようなね、ものは、種芋を買うようにしますけど、まあ、高いね。本当に、昔に比べれば本当に高いっすよ。どれぐらいなんですかね。昔、本当に普通の種もね、高くなってきてますよね。だからやっぱり種を取るっていうことはやっぱりこれから、まあ観光栽培はね、なかなかの方々はそういった発想にはなかなか至らないっていうのは分かりますけどもね。やっぱ有機農家であるならば、まあ、やっぱりそういったことも今後はっていうことはね、そういう気はしますけれどもね。どうなんですか。ただまあ一農家でね、どうのこうのって解決できるような問題ではありませんのでね、まあ難しいところでございます。よいしょ。これでよいしょ。よいしょ。この辺がビタミン大根ですね。もう上がこう枯れてくるのでね、なかなかあれですけども、本当はタフベルとかね、保温資材をかけるといいんですけれども、この辺はもうあれですね、丸大根じゃなくて、よいしょ、普通の赤大根になってるな。よいしょ、混じっちゃってるな。よいしょ。よいしょ。旦那がこの寒さの中働いてるっちゅうのに、嫁はハワイでか、などと愚痴を言うとるわけですが、まあどうでもよかったですね。あー寒い。いやー、晴れの時はやっぱり本当に冷えますな。今日の夜寒そうだな、これ。明日がっつり霜が降りそうなんでね。明日はね、収穫ですけども、葉物はね、ほうれん草を出さないとは明日なんですけども、おそらくね、朝一番じゃ収穫できないですよね。11時ぐらいまで待たなきゃいけないですよね。2月入ったらね、今度はもうほうれん草も前日収穫に入ってくるかなという感じになります。できるだけね、新鮮な形で出したいと思ってますんでね、いつもね。当たり前のことですけどもね。よいしょ。よっこらせ。この辺はもう、
どうですか、見た感じこう自然農のような畑になってますけどね。さくりが間に合わなくて、まあまあ大根はこれでもね、特に問題ないですけども、他の作物でしたらあれですけどね。こちら側がね、後半戦のちょっと多分逆光で見えにくいと思うんですけどね、最後の袋大根ね、1月末で前半戦が終わりで、2月入ったらね、もうあちら側に移ります。よいしょ、あー寒い、あー足が冷えてきた、日が落ちるね、日が落ちることとの戦いでございますね。よいしょ、おお、あらら、よっくらせ、あー寒い、明日は第3週の金曜日ね、もうなんか1月も後半戦に入ってくるってことですよね。いや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 、いや1月はね、ちょっと1月末でね、ちょっと引っ越しの型をつけないといけないですから、多分来週からは新たな、明日が最後のね、ガレージ出荷になると思いますが、来週からはね、新しいところ、あそこのハウスからね、出荷が お伝えできればなと思うんですが、出荷場移動するってね、そう簡単じゃないんですよ。この週末にね、ちょっと引っ越しをやりますね。私も成田に来てね、これで、出荷場自体はこれ3カ所目、住まい自体はね、何カ所目になるんですかね、よく分かりませんね。農業っていうのは本当にあの地元にね、地元にというか畑にこう縛り付けられてね、根付いてやっていくものではあるんですけどもね、私はそういう畑をやりながらですけども移動するという、そういう星のもとに生まれておりますね。私自身は動きたいと思ったことないですけども、動かざるを得ない状況に必ずなるんですね。まあ人生とはそういうものですね。思うようにはなりません。大事なことはね、自分のそうしたものを受け入れる、ね、ただただ受け入れるということだけでございますね。私も普通の生き方ができればよかったんですけど、まあ何をもって普通かというのはね、難しいところでして、いや本当にね、まあ全然余談ですけど、あの東京のね、あの山手線のあの満員電車に乗れるというのはね、僕は本当にね、私はもう村で育った人間なんでね、あれは本当にね、あの才能以外何もないですよ。僕はあれは無理です。本当にね、あの冗談じゃなくね、心から尊敬しますね。本当にね、あれを1時間とか2時間とか乗ってですね、職場まで行かれてお仕事をされるというのはね、本当にすごいことだと思いますよ。本当に冗談じゃなくね、畑よりもしんどいと思いますけどね。まあまあまあ本当に、これ傷んでるな、私にはそういうことはできませんでした。なのでこういうことになっちゃってるわけですけどね。いいのか悪いのか、どうですか、サラリーマンの方々は俺のこのこういう暮らしを見て憧れを抱いたりする方はいらっしゃるんですかね。たまにそういうようなことをね、どっかイベントだとかいろんなところであったりしたら言われたりもしますがね、いやいやおすすめはしませんよ、私はこれしかできないんでね、選択できたらどうなんでしょうって話なんですけど、まあまあ私はこれしかないんであれですが、やめた方がいいですよこういう暮らしは。1ミリもおすすめしません私はね、この畑というものをね、これで選択して選ぶものではないです。これはね、これしかできないっていう人がやってくださいね。本当にたまにね、何でもできる人いらっしゃいますけど、続かないというかね、まあそういうものではありませんのでね、畑で暮らすということはね、多分やってる人は多分皆さんそういう俺が今言わんとしてることは分かっていただけるのではないかと思いますがね、これはね、選択して畑がいい、会社勤めがいいというもののその延長線上の中であるものではないですよ。本当にね、みんな多分
ある意味ね、こうなっちゃってる、ちょっと傷んでるかな。さあ、そんなことで、はあ、太陽が落ちていく、はあ、さあ、そんなことでね、赤丸大根の収穫をしている役所の農園の動画でございました。なんか余計な話しちゃいましたね。はあ、以上、あ、赤丸大根、これも丸ね、接触悪いでした。